第26回、全日本大学女子サッカー選手権大会は、2017年12月25日から2018年1月14日に、かけて、兵庫県と東京都で開催された、全日本大学女子サッカー選手権大会である。別称は、インターカレッジ女子サッカー。JFA ユースデベロップメントプログラム対象事業の一つである。大会キャッチコピーは、このチームで、 1>, 1日でも長く、大会ポスター作成には、順天堂大学女子サッカー部が協力している。日程は3年連続の年またぎ開催。なお、大きな地域実力差と過密な試合感覚に関しては、課題が残っている。基本的に、大会実施年度の JFA サッカー競技規則に従い、参加チームによるノックアウト方式で3位決定戦も行う。 その他の事項については、女子大会部会において、競技の上決定する。主な大会独自規定関東地域所属チームが3連覇しているため、出場枠は昨年と同じ振り分けとなった。太地のチームは優勝経験校。車体字は、シードチーム。なお、1回戦での同地域同士の対戦が、避けられている。準々決勝日本体育大学部要坂体育。 大学神奈川大学 V 提供、平成大学東洋大学、V 徳山大学静岡産業大学、V 和稲田大学準決勝大阪体育大学、V 神奈川大学東洋大学 V 和稲田大学3位、決定戦大阪体育大学、V 東洋大学決勝戦神奈川大学、V 和稲田大学、フェアプレーションは、準決勝進出チームの中から選ばれる。上位を抜粋。 ありがとうございます。